ちょうど2年目です。お待たせしました。いいね。 登山田んぼは? パチンコで保証金使い果たす気。うちは農家だよ。他の仕事なんかできるか? 津波を間近で見たわけですよね。故郷に帰れてない人とかいるわけじゃないですか。 そういうことを卒論のテーマにしようと思ってるんですよ。みんな買って!さあ、いた。俺さ、この仕事好きなんだよね。生きてる感じするよ。ホテル行こう。こんな形でしか自分の気持ち確かめられないなんて。どうせ私のことなんてもう終わってくれるんですか!俺が俺が。 母ちゃん!笑ってください。好きな人とデートしてることが大事なんだって今になってやっと少し分かったよ。 みんな!